東京臨海副都心お台場デックス、東京ビーチデックス東京ビーチは東京都港区台場にある都市型のショッピングモールである。ゆりかもめ開業後の台場エリアに建てられた最初の大型商業施設であり、台場ビーガイク事業者、グループ、講和不動産、住友建設が都から敷地を借り受け、事業主体として開発を進め、 重症市会社の重症アーバン開発が運営を担い、1996年7月12日にオープンした。2013年9月、ダイバビー学事業者グループが建物を新宅銀行に売却し、建物と賃貸収入を得られる権利を証券化した新宅受益権を東急不動産が取得。2016年10月には敷地も取得し、土地、 建物を一体で所有していたが、2018年1月から、同社系のアクティビアプロパティーズ投資法人と共に土地、建物の所有権を有している。施設運営は、東急府が建物を取得後も、しばらく重症アーバン開発が行っていたが、後に、東急不動産 SC マネジメントに変更となった。2000年に隣接部に竣工した、アクアシティを、ダイとは連接しており、 ダイバエリアの一大ショッピングスポットを形成している。名称の由来は、デッキボード張りのオープンテラスから。船をモチーフにした地上8階建てのショッピングモールで、1、2階の一部には、店舗が入るが、主に駐車場用途とし、3階以上に、店舗、レストラン、アミューズメント施設等を配した。お台場海浜公園駅からは、ペデストリアンデッキで直結し、 建物の一部区画がログテラス風のオープンデッキとなっており、潮風やレインボーブリッジなど周囲の景色を感じ取ることができる。2000年12月2日、総事業費約80億円を投じた香港の街並みを再現した大場所香港などが入る新館のアイランドモールが完成。既存の CA セガジョイポリスの運営による屋内型テーマパーク、 東京ジョイポリスなどが入るシーサイドモールと合わせ、延べ床面積は67,506.91平方メートルとなった。昭和30年代の下町の商店街を再現した台場一丁目商店街、レゴブロックをテーマにした屋内型、パーク、レゴランドディスカバリーセンター東京、著名人そっくりの老人形館、マダム達層東京など大幅なリニューアルも行われている。 東京ジョイポリス台場一丁目商店街デックス、東京ベースタジオ。ありがとうございます。